今回は始まりの6人の妖精がヌオーだったに対するユーザーの反応を紹介します。ここだけ、始まりの6人がヌオーだったブリテン異文体。彼らは決して遊ばずに一生懸命になって、政権を作り上げた。しかし、彼らは全体的に動きがとろかった。政権ができた頃にはすでにセファールに大体のものを持ってかれた後だったんだよ。それにはケルヌンノスのそばにいたミコも怒るに怒れなかった。人選もといポケセンミスだそれは。ヌオー大好きだから恨むに恨めなくなっちゃう。ノスもミコも間に合わなかったヌオを慰めてそう。しゃあない、残ったもん大事にしてこれから生きていこう。完成してるからこれ以降の星の危機はなんとかなるからセーフセーフ。6人の中にヌオーじゃなくて1匹ドオーが混じってそう。ヌンノスと普通に過ごしてるだけなのにヌンノスに毒蓄積されてる。逆に反人類史はどうやって間に合わせたんだよ。鉄火人あたりが担当したんじゃない？鉄火人がちょくちょくバトン渡してくれたり、ドレディアがお先にどうぞとしてくれたり。多分まだ急いでくれるウーパーの時代に。それ進化した後に頼んでる方もトロいじゃねえか。ダメだ。ウーパーだと腕がないから鉄が打てねえ。デカヌちゃんかジカヌチが必要ですか？のんきな水ポケモンつながりでヤドランでも連れてくるか。大丈夫だ。ウーパーはパンチ技覚えるから。ポケモンは2体以上いればどんどん増えるし、生物としての進化もするから。2016年までにブリテンがウーパー一族に埋め尽くされるのでは。よく見たらセファールの被害もふわっとしてて草。ヌオーの緩さが感染したのか。湿り気特性で鋳造用の炉に火がつかなかったんやな。それはそれとしてその後どうすんだ。ヌオー異文体にでもなるんか。妖精たちが全員ヌオー、ウーパーに入れ替わってのほほんと過ごしてる異文体になるぞ。チェンジリングミラクル交換。ヌオー国か。幸せでは？水と土と生命、歌と雨に愛されたり創業。絶対的に優しい女王のもと、円卓が守護するヌオー国。予言の子が現れ、巡礼の鐘は鳴る。草タイプの英霊連れてこなきゃ。ウパ？ヌオー、ドキドキドー。これにはモルガンも思わず微笑む。ドオーは他のヌオーのために大地になってるぞ。ヌオーたちはヌンノスに罰されないし、始めからヌオーみんなごめんねごめんねでしょんぼりしてるし、毒殺なんて思いもよらないしで平和。ヌオーたちがせっせとどこかから石とか運んできて、みんなでゆっくりできる岩場を作ってそう。眠りにつくからわしの体を大事にしてええでってヌンノス言いそう。お仕事は早め早めに寝って言い残しそう。そのマネジメントをするため残されるミコ。そしていつの間にかヌオーのスタイルが伝染ってのんびり屋になるミコ。寿命が来たミコに苦しまないようにあくびをしてあげるヌオー。一応仕事はこなしてるから、ミコが老衰したらノスたちと内海に帰れ。ヌオー楽園の姿が来た時にみんなでごめんなさいして安らぎの鈴になる始まりのヌオーたち。ここのヌンノスは食あたりとかで勝手に生き絶えてそう。北のヌオーと南のヌオーの戦争あくびを打ち合ったことにより、両陣営全員が無傷のまま戦闘不能になるという異常事態になった。最終的にトネリコとマブの一騎打ちで南の妖精が勝利したらしい。ミコが去ろうとしたら泣いちゃってどうにもならなそう。残されて指揮を取っている動物の言うことを聞いて、一生懸命に働きました。そのうち動物は死んでしまいました。6人とは違って、動物の命には、時間があったのです。6人は、ワンワンと、泣き叫びました。たくさん泣いた後に、動物の死体を埋めました。たった一人の人間なので、たった一人の友達なので、大切に、大切に埋めました。たった一人の友達なので、やめてくれ、泣いちゃうだろ。こういうのに弱いんだよ。あくびの厄災、NUOH。大きな、あくびで、眠気を、誘う。次の、ターンに、相手を、眠り、状態に、する。ミコが大好きで人間が欲しいと思ったけど、別に切り刻んだりはしなかった。優しいメタモンが人間に変身してくれるようになって仲良く暮らしましたとさ。おい誰かグラードン呼んできてやれ。誰も怒ってないのに、許されよ、許されよと反省しているヌオー。オベロン気持ち悪い道に触りながら。平和だけど収める必要性もあんまなさそうだな。多分、誰かが指揮を取らないと滅びるぞこいつら。トネリコが派遣されたのってそういう。使ってないけど、政権はすでにあるからモルガンもキャストリアも巡礼をする必要がないのか。もしかして2018年のグロスタールート突入？始まりの6匹のうち、1、2匹は持ってかれてそう。ミコの手持ちポケモンとして？
どう考えても攻められるべきは任せたやつだろ。6匹のヌオーがすごいしょんぼりして涙ぐんでたら何も言えないよ。というか仕事は果たしてるしな、間に合わなかっただけで。1回目のブリテン矢印楽園の妖精を歓迎しすぎて、自分たちの食べ物も捧げてしまい絶滅。2回目のブリテン矢印とネリコがモルガンとして統治することにより繁栄できた。何の理由で楽園の妖精は派遣されたんですかね。いい加減のんびりしてないでヌンノスも含めて全員楽園に帰ってこいとかそういう感じ？帰ってこなくて心配になったとか？相手のバフ無効って FGO だとどうなんや。強化無効状態付与でいいんだろうか。特殊耐性で相手の強化効果を無効化するとかがついてると予想。場にいる間は敵全体に強化弱体無効かな？ああでも状態異常と守るこらえるとかは別か、難しいな。もう湿り気でいいだろ、緊急泣かそうぜ。湿り気だとぐっちゃん先輩も無効化かも。緊急嵐カッツが宝具使用不可かな？カッツは自爆じゃなくて置き土産系だから別かな。嵐も命がけ的なあれじゃないかな。やっぱ自爆させてる緊急だけ無効でいいだろ。罪なき者なのに、通れないと思って帰らないヌオーたち。納期遅れたことを申し訳なく思ってるから通る資格がないと考えているのかもしれない。別の意味でトネリコが苦労しそうだ。でも助けたらお礼言うし砂を出し助けがいはあるのかな。今でも遅くなってしまったことを気に病んでるヌオーたちのために、新たな政権を作ることを使命としたキャストリアを派遣したのか。ド忘れの森ここでは、七死の妖精も一緒に仲良く遊んで暮らしている。入った者が全員この顔になって出てくる森かな。ひたすら特防を積み続けるヌオーと名もなき妖精たち。物理攻撃以外が効かない。サボってない時点で怒れるわけないじゃないか。中村もしや、何も考えていないのか。いや、考えてはいる、やる気もある。ただ、絶望的にトロいのだ。トロさにぶつくさ言いながらもヌオーと共存してそうな中村でダメだった。ええー、奴ら目の浮きに間に合わんではないか。部下を言葉ですがスプリガン様。なんだ？部下もう早めに仕事させればいいのでは？その手があったか。米印なお納期が長いためよりのんびりして間に合わない模様。ヌオーで遊ぶトリコ。ほっぺたをムニムニしたり、撫でたりしてそう。ヌオーの方もトリコのことを友達だと思ってそう。ヌオーロラ。色違いかな？ただがたつき的にはサボりじゃなくて物置に間に合わなかったら、それはそれで罪とされそうなんだよな。平和に暮らしていたヌオーの国にゴリランダーの群れが。普通に共存できそう。想像したくはないが敵として出てきたらなんかめんどくさくなりそう。それは我に思ったケンノルスが地面になってあげた。これが後々の譲渡地方や。劇場版フェイトポケット。モンスターズ。セファールブスヌンノスブスダークライ。ダークライが命がけで時間を稼いだのか。